おはようございます。パッサのオーナーです。今日は8月の1日です。瞑想台風6号がゆっくりと西表島に近づいてきてます。昨日はもう久々に友達と夜遅くまでお酒飲んでたんで、今日はちょっと朝寝坊しちゃったんですけれども、朝台風情報を見ると、かなり台風大きくなってるし、スピードも遅くなってたのでね、船ちょっと様子を見に来ました。台風は935ヘクトパスカル、瞬間最大風速75メーターまで勢力大きくしてますのでね、ちょっと今ちょうど干潮っていうのもあって、歩いて船まで行けるかなっていうので、ちょっと見に行ってみましょう。はい、ご覧のようにかなり干上がってます。一番深いところでも僕の膝下ぐらいの水深になってます。もちろんこういう時はもう船もね通れない水深なんで、ちょっと見に行ってみましょうね。いただきます。いただきます。うん、おいしい。の亀さんが新潟の奥さんと結婚して、はいはい、で新潟に結婚式を終えたんで行ってきたんですよ。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は8月の3日です。2日ぶりにお家を飛び出してきました。もう暴風域も抜けたんで、ちょっとパトロールしに行きたいと思います。レッツゴー。
はい、おはようございます。パッソの小野です。僕は今船を避難させてる川に来てます。今日は8月の5日ちょうど11時なんですけれども、長引く台風6号の影響で、7月の31、1、2、3、4、5と5日間6日間、ツアーが中止になって、ようやく八重山も海も風も落ち着いたので船を出しに来てるんですけれども、今日はですね朝の9時が満潮、すでに2時間経ってるんですけども、ご覧のようにねまだ僕の胸以上水深があります。過去の動画見たことある方はねご存知かもしれないんですけど、だいたいいつもおへそぐらいの水深の時に、橋の下を通って船を出してるんですけれども、おそらく今橋の下行くと橋に激突すると思いますんでね、ちょっとここで潮が引いてくるのを船の掃除しながら、待ちたいと思います。一応ツアーの方はね明日から、再開する予定なんですけども、船も今日も上原は全便欠航してます。で大原ももう物資と人の輸送のためなのかな、2本だけ、船が動いてくれてるんですけれども、明日もどうなることかね、まだわかんないですけども、とりあえずいつでも海に行ける準備して、しておきたいと思います。じゃあちょっとロープほどいて船の掃除をしたいと思います。何もなさすぎてびっくり。ある方よね。袋ラーメンがいっぱいあるで。